この春、俺は大学を無事卒業した。内定がないまま。抵抗ペンギン。ブラック派遣社員になるとどうなるのか。いい大学出てるのになんで派遣になろうと思ったんだ。就活に失敗しての。この大学出て就活失敗なんて一体何をやらかしたんだ。動物を採用してくれる会社がどこにもなかった。グーの根も出ない正論だな。そこで有能な俺がたった一つだけ動物 OK の派遣先を見つけてきてやったぞ。本当か。人間動物虫問わず何でも受け入れる某企画という会社だ。絶対ヤバい会社じゃん。行き先がなかった俺は結局某企画へと派遣されることになった。派遣社員のペンギンだ。僕は正社員で上長のパンダ。よろしく派遣社員のペンギン、うん、よろしく頼む。よろしくお願いしますでしょ。僕のが圧倒的に偉いんだ、敬いなよ。ヤバい会社という予想が的中した。まったく洗礼を浴びせた方がいいね。派遣社員、焼きそばパンと牛乳買ってこいや。やり方が昭和のヤンキー。手当がない。ペンギン、今日もお弁当？派遣は社食が使えないし、節約したいからな。かわいそう。正社員の僕は、さっそうと社食に行ってくるよ。どうした？よく考えたら社食買うお金がなかった。速攻値2個も。ペンギン、お金貸して。弁当作って節約してんだからあるわけないだろう。いいじゃん、少しはお金あるでしょ。ジャンプしてみろや。だから昭和のヤンキーか。派遣社員は交通費もボーナスも出ないんだぞ。日頃から節約してギリギリだから貸す金はない。正社員の僕も出てないよ。は？某企画はブラックだからね。もろもろの手当なんて正社員でも最初からないのさ。何を自慢してるんだ。連休が怖い。まあ給料日はもうすぐだし、その後は大型連休だからそれまでの辛抱だ。連休はパーッと遊ぶぞ。連休か。暗い顔してどうしたの。あ、もしかして派遣は休日出勤？いや、普通に休みだが。なんだ、つまんないな。でもそれならなんでそんな物騒か。暗い顔してるのさ。あったおすぞお前。派遣の契約は時給制が多いからな。休みが増えればその分給料が減るんだ。へえ、うっそ、かわいそう。途端に喜ぶな。やっぱ月収制しか勝たん。正直そこは羨ましいな。契約で禁止されてなければ残業したいくらいなんだが。ド M なの。残業したいとかドン引きなんだけど。給料が減る分残業代で稼ぎたいって話だ。待て、この会社残業代出てるよな。さすがに出てるよ、いくらなんでも。そうだよな、正社員があれだけ残業していて。ちなみに固定残業代で月100円。小学生のお小遣い。仕事量どうだ、いい派遣先だろう。今のところなんとかできているが、仕事量が多い。これ以上増やされると。仕事量は正社員と同僚で当たり前だぞ。ページ内で終わらせられる仕事量じゃないんだ。なるほど、ペンギンは問題なしと。お前の耳は飾りか。仕事量を調整してもらえるように担当者のお前から掛け合ってくれ。無理だ。お前の仕事だろうが。大きくの上層部は話が通じないから無理だ。くそ、少し納得しかけた自分がいた。コスト。とにかくお前は死ぬ気で終わらせろ。そんな無責任だから派遣はダメなんだ。無責任は自分の仕事放棄してるお前な。派遣先はお前に高いコストをかけているんだ。その分働くのは当然だ。黙って働け。残業代をつけるよう契約内容を変えるか、俺の時給を上げるように社内なり社外で対応してくれ。なんだお前は。金金ばかり言いやがって汚い大人か。お前には世界で一番言われたくない。上から目線。あれ、ペンギンお昼は？食べてる時間がない。仕事の量が増えるばかりでな。これだから派遣は仕事の容量が悪いんだから。じゃあ手本を見せてくれ。自分の仕事を足して戻すと。僕は僕にしかできない仕事に専念する。そのために他に触れる仕事は他にます。それも仕事では大事なんだよ。まあ派遣にはわからないかな。お前にしかできない仕事って。このかわいさで収入を安かった。ぶっ飛ばしたい。まあせいぜい頑張ってね、派遣なりに。くそ、やってやる。その後。ペンギン、某企画との契約だが、先方から更新しないと連絡があった。まあそうだろうな、俺も更新する気はない。まったく何をやらかしたんだ。某企画がダメとなると紹介先探す俺が苦労するんだぞ。その必要はないぞ、俺はここの派遣会社も辞めるからな。何？世話になったな。うちで通用しなかったらどこでも通用しないぞ。それブラック企業が社員を引き止める時の発言だぞ。次はもう決まっているんだ、某企画で正社員になる。残念だったなペンギン。派遣先が派遣社員を引き抜くのは禁止されているんだ。つまりお前の内定も無効。禁止されているのはあくまで派遣期間中の話だろ。え、そうなの。派遣契約をよく読め。某企画との契約は終わる。それから正社員になる。何の問題もないな。そう、正社員になるから辞めるなんて派遣社員として雇った恩を忘れたのか。確かに登録させてもらえたことには感謝しているが、登録期間中何の仕事もしなかったお前にもはや恩はない。それじゃ。裏切り者。何とでも言え。ペンギン正社員になったの。ああ、
ペンギンのことを見下せなくなったのは残念だけど、同僚になってこれからも仕事を押し付けられるのは嬉しいよ。そこまで一貫して性格悪いと一周回ってすがすがしいな。だがもう俺に仕事は押し付けられないぞ。甘いねペンギン。確かに僕たちは派遣と正社員って関係じゃなくなった。だけどね、僕は先輩、君は後輩。先輩の頼みを断るなんて許されないよ。好きに言ってろ。お前はもう仕事を押し付けられない。なぜなら、あーパンダ君、あ、某企画の偉い人だ。こんにちは。今日もイケメンですね。あ、お茶入れていきましょうか。その後肩も揉みますね。お忘れが露骨すぎる。いやーパンダ君、そのままでいい。君に大事な話があるんだ。分かってます、僕出世するんですね。いやー君、クビ。え、ふん、解雇。どうして君、ペンギン君に仕事を押し付けてたでしょ。え、でもそれは僕の仕事のクオリティのためっていうか、ペンギンも分かってたことで。了承した覚えはないぞ。ペンギン君一人いればパンダ君の仕事までできるって分かっちゃったから、クビね。でも僕の可愛さを失うのは某企画の損失です。確かにパンダ君可愛いんだよね。そこは認めるのか。でも同じ仕事させるならペンギン君にお金払うな。ペンギン君は派遣期間中にその実績と信頼を築き上げたからね。だから君はクビ。そんなそして俺は晴れて正社員になった。もう派遣だからと嫌味を言われないし、仕事量も給料も自分で交渉できる。これから輝かしい正社員生活が始まる。今日も帰れない。交通費も残業代も出ないし、仕事は来るのに触れる相手がいない。あれ、正社員でも結局ブラックなんじゃないか。ほんと上司って無能だよね。それは言えてる。僕が上司になったら絶対有能なのにな。はあ、次回、有能な上司と無能な上司の違いがヤバすぎた。そうだペンギン、僕起業するから部下になってよ。だが断る。ブラック企業家。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。